では参りましょう。どこだ？どこに行けばいいんだ？フィールドに行きます。フィールドのどこだ？もしかしたら今日中に終わるかもしれないな。いや、さすがにもうちょっと同じ格好してる。姿を消した。マップ。いや、こっから探していくのは無理でしょう。イベントがありそうな、すぐそこにあった。あ、普通に歩いていくのね。遠くね、遠くだそれ。しかもなんかパーティーメンバーいないし、誰もパーティー俺外してないのにな。まあいいや。ふっふっふ。ひたすらダッシュダッシュダッシュ。戦いません、勝つまでは。そういえば懐かしいな、ここのやつまだいるのかな。いた。うわー、めっちゃ強そうだ、ネームドモンスター。めっちゃ弱い。好みのスターバーストストリームで終わってしまった。わ、弱っ。さあダッシュだ。間違えた、こっちだ。ダッシュ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 。こんだけダッシュしてもね、結局、あ、なくなったことだ。なくなってしまった。結局リジェネで回復するとか言って言おうとしたらなくなってしまった。リジェネの回復早っ。ここかな。ここで合ってるよね、きっと。この先に行くとイベントがあるはず。その場所に行くことはできませんと書いてたからな。歩いていくしかないんだろ、きっと。お、来た来た。プレミア。たちも見つけられていないみたいだし、一体どこにいるんだ。探せ。もう少し奥まで進んでみるか。プレミア。いないのか。イベントはずっと続くということはもう大丈夫かな。暗くなったせいでかなり効率が悪くなったな。一晩中いたのか。そもそも一晩じゃ、一日。プレミアはいなくなったんだ。ジェニシスはもうこのゲームには存在しないし、他のプレイヤーについていったとも思えない。であれば、あと考えられるのは吸収されたのか。あれはなんだ。プレミア、いたのか。キリト。あ、いたのか。どうしたんだ、なんでこんなとこいた。やっと見つけた。こんなところまで来てどうしたんだ。なんだか様子がおかしいな。どこかに行きたかったのか。行ってくれれば俺が連れて行くのに。連れて行ってくれますか。どこに。では私、私を、私を、アインクラッド、私を祈る場所へ連れて行ってください。ああ、もうあれか、頭が狂ってしまったのか。え、私は祈らなければいけない。待ってくれ、なんでプレミアが祈る必要があるんだ。それが私のすべきことだから。ああ、映ってしまったのか。キリト、私は祈る場所へ。プレミア本人であることは間違いないはずだけど、彼女が自分から祈りたいだなんて言うとは思えない。なあ、一つだけ聞かせてもらっていいか。祈りたいというのは君の本心で言っているのか。本心。ちゃんと本心を聞かないとね。もしプレミアが祈れば俺たちはもう会えなくなるかもしれない。女神だとかそんなの関係ない。プレミア自身の気持ちを聞かせてほしいんだ。私の気持ち。これで祈りたいって言うと、もう
このゲームはやめるしかないんじゃないかな。祈りたくない。シワ切り取った。本心です。祈りを捧げることが私の望み。これはバグった。プレミアの設定が上書きされているのか。祈ること、それが私の望。頑張れ頑張れ。プレミア、君の本当の望みを叶えてあげるよ。壊れた。すげえ。AI が勝った。笑いそうだったんだけど、キリトーって。ちょっとなんだこのシーン、知らない。このシーンなんだ。新しい画像か。上ですか。星、たくさんの星が輝いています。たまにこうして星を眺めることがあるんだ。綺麗。あ、俺もそう思うよ。この世界がどんなところであれ、こうして感動する気持ちは本物だ。本物。うん。プレミアとこうやって一緒に過ごしている時間だって貴重な一瞬だよ。はい、私も貴重な一瞬だと思っています。これからもずっと一緒にいられますか。ああ、これはなんかプロポーズしてるみたいだな。これはでもさらっと一緒にいるっていうのがキリト君だからな。ああ、もちろん。またこうして星を一緒に眺めることも、極上のクッキーを一緒に食べることも。いくらでも付き合うよ、プレミア。ありがとう、キリト。こうしてまたハーレム要員を一人作ったのであった。連れて帰ってきた。どうしたプレミア、なんかおとなしいけど。昨晩皆さんに心配をかけてしまったので、なんて言えばいいか考えています。心配してくれてありがとうかな。心配かけてごめんなさいと。その2つだ。なるほど。昨日は時間も時間だったから、みんなとあまり話をしないまま別れたもんな。皆さんがログアウトした後、こうしてずっと悩んでいたんですよ。そうなの？ユイには気負いしなくても大丈夫だと言われました。そうそう、大丈夫。何かによって上書きされてたんだから大丈夫だよ。うんうん、気にしなくても大丈夫だよ。そもそもプレミアが悪いわけじゃないんでしょ。そうそう。まあでも思うことがあるならそれは伝えればいいんじゃないかな。今からボスの行き先が分かるのかな。実はこんなことがあってここに行かないといけないみたいな。そうですね。では思ったことをそのまま言うと、つまり心配させてごめんなさい、それと探してくれてありがとう。素晴らしい。パーフェクトだ。完璧じゃないか。ごめんなさいとありがとうを言える人は完璧なんだよ。素晴らしいんだよ。片方だけじゃダメだ。ごめんなさいとありがとうが言えないとダメなんですよ。わあ、できる子だ。キリト君はよくこうやって育てたな。無事で本当に良かったわ。おかえりプレミア。僕だってプレミアちゃんが帰ってきてくれてすっごく嬉しいよ。なんか急に喉が痒くなってきた。
何なんだろう、喋りすぎたのかな。だってさ、よかったな。よかったな、ほんと。はい。敵になったらどうしようかと思ったけど、大丈夫だった。ところでパパ、お話があるのですが。なんだ？ん？どうした？書き換えられたイベントを見に行くのか？プレミアさんに起きた現象について念のため調べておいた方がいいと思うんです。ああ、そうか、調べておいたんですじゃないんだな。調べておいたんですだったら多分ジェネシスのことをきつく言えないと思うな。あなたもチート使ってるじゃないか、ユイちゃんって言うっていう風に話になってしまう。なので私をまたコンソールルームへ連れて行ってくれませんか？ああ、やっぱり調べに行くのね。なるほど、確かにまた問題が起きないとも限らないな。はい、よし、わかった。それじゃあ行こうか。行こうか。いよいよラスボスだろ。イベントログを確認中。やはりモジュールからプレミアさんへアクセスを試みた形跡があります。強制的に彼女を操り完全な第一切断を再現しようとしたんだな。ですがプレミアさんは自身の意思でモジュールによるデータ改ざんを打ち破ったんですね。どんだけすごいんだよプレミアさん。ああ、拒否したってことはすごいな。それで他におかしなところはないか。最新のログを調べてみますね。そのモジュールはアインクラッドが来ているとかそんな感じかな。あれ、あれ、どうした？どうした？おかしいですね。モジュールとは別の場所からクエストを改変している形跡があります。モジュールとは別の場所から。ユイ、もっと詳しく調べることは可能か？やってみます。ユイ、やっぱりチートレベルじゃないか。むしろチートじゃないか。崩壊に導くシミュレーションモジュール、それとは別の何かがプレミアたちのクエストを改変している。今この世界で一体何が起きているんだ？パパ、どうした？何か分かったか？見つけたのか？大変です。このままではアインクラッドが地上に落ちてくるのか。アイングラウンドに落下してきます。つまり潰さんとダメだ。なんだって？もしそんなことになれば世界の崩壊は免れません。次から次へとねえ。アインクラッドが落下、みんなで倒しに行くぞ。アインクラッド地上にいる NPC のみんなも無事で済むわけがないよね。まったく NPC は復活できないってのに。そもそもなんでアインクラッドが落下してくるのよ。誰かが落とそうとしてるのかもしれない。それは祈りを捧げたもう一人の女神ティアさんが原因です。彼女のデータは現在アインクラッド崩壊シミュレーションモジュールに結びつけられている状態です。そして彼女が AI として積み重ねてきた世界の崩壊への思いによってクエストが改変。どんだけ害悪なんだ。結果としてアインクラッドが降下を始めたんです。えげつないな。崩壊への思い、クエストが改変ってそんなことが起こせちゃうんですか？思いの強さは力になるんだよ。ゲームの基幹プログラムであるカーディナルシステムにはクエスト自動生成機能というものが存在します。その機能により常にゲーム内で様々なクエストが生成され続けています。そしてまたプレイヤーの想定外の行動などで辻褄が合わなくなった場合クエストが修正されることがあるんです。とんでもないシステムだな本当。でもティアって子はプレイヤーじゃないのに。つまり人も AI も変わらないってことだよ。思いを重ねることで自分を作るという面で見れば結局リアルに見えるか仮想世界で見えるかで中身は一緒みたいなことを言ってたやつかな、キルト君が。プレイヤーたちの影響でジェネシスの破壊衝動が今の彼女を作ってしまったんだ。それでアインクラッドの降下を止める術はあるのか？あるのか、行くしかないんじゃない？あります。あるのかよ。今ティアさんのデータの所在
中枢を指しています。そこに行きモジュールとのつながりを断ち切ることができればアインクラッドの効果は停止するはずです。つまりティアを倒すんじゃなくてモジュールとのつながりを断ち切るんだな。断ち切るって、そういうことはやっぱアインクラッドに殴り込みをかけないといけねえわけだ。どうやっていくんだよ。ユイ、一つ聞かせてくれ。彼女のデータが存在しているということは生きていると考えていいのか。はい、プレミアさんが祈りを捧げずアインクラッド創生が完成しなかったことが幸いしたのかもしれません。そうか、やることは決まったね。断ち切りに行くんだな。行きましょう、アインクラッドの中枢へ。そのためにもまずはアインクラッドにたどり着く方法を探さないと。いや、ないでしょ、そんな都合よくテレポートみたいな、ないでしょ。それについても当てがある。なんでやねん。プレミアが一人いなくなった時、モジュールはアインクラッドの中枢に連れ出し祈らせようとした。つまりプレミアが向かっていたその先にアインクラッドへとつながる道があるはずだ。じゃあ行ってみようか。なるほどね、だったら行きましょう、世界を救うための道へ。はい、行きましょう。パパ、この世界を危機に陥れた原因は確かにプレイヤーかもしれません。ですがこの状況を救えるのもプレイヤーだけです。どうかこの世界を救ってください。わかった、俺たちの戦いはこれからだ、エンドみたいな。約束するよ、必ず救ってみせる。からのこのプレミアに話しかけよう。プレミアさんどこ、フレンド、プレミア、プレミア、商店通り。そうだ、荷物倉庫を利用する。この辺の武器とかもね、まず装備をね買おう。11、17とかあるし、あーどれも微妙だな。めっちゃ上がるやん。あ、メイド服か。単純にこっちの方がレベルというかステータスが上がる。でもなー、やだ、3とか4とか少な。これだな、 HP1000。これの方がいいな、 HP1000 増えるって。で次倉庫、つまりこれ以外はいらないということで。いや、売る方が良かったな。まあいいか、こんなもんかな。でここの連打倉庫余裕で入るな。もう全部預けるとかできないのかな。多い、いっぺんに預ける。あ、なくなった。よしよし、ちょっとコートと
ズボンと防御力上げていこう。多分ね、最近全然鍛えてなかったからそのせいかもしれない。倉庫に預けたせいで鍛えれませんとかだったりして。イズベット鍛えてくれ。おい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 、出てきた。いらっしゃい、リズベット・ブグテ。さあ頼むぞ。強化、強化するのね。こっち6だね。こっち1しかない。ない、なかった。昆虫系を。ありがとね。はい、またどっかで探してきます。ここか、プレミアとの会話。